べきって思い込みは捨てた常に時代は変わっているから自分にとっての最高を更新し続けよう落とすごとに「ウルトラ美肌へ」へーワン別格クレンジングバーム「DUO」d u オ YOUABEST」ユアベストデュオする 今回二面性っていうのを表す CM っていうことでなんかこう私自身のこうオンの時間とオフの時間っていうのをこう表現するっていうところだったので私結構こうアクティブに動くことが多くてどうしてもこう外の撮影が必要っていうところだったので天気も良くてえとなんかこうスタッフの皆さんとなんか一生懸命あの頑張って撮影したなんかあの時間がすごく綺麗に反映されていてすごい素敵だなと思いました、はい。 あのボウリングをするシーン、はいまあ、オフのシーンだと思うんですけども、はい、フォームも素敵ですねかっこいいフォームで本当ですかあ,のあんまりそんなこう運動が好きなんですけれど得意ではないのでこうすごい一生懸命練習してあのでも撮影の時結構あのボールをたくさん投げたのであの次の日は腕が筋肉痛になりました。<laughs> でもあの 2>,、はい、2回ほどストライクも出されたと伺っておりますけれどもそうですねあの偶然 <laughs> ストライクを出すことができて俺も嬉しかったですジャケットスタイルでさっそうと歩く、はい、クールなシーンであったりとか、はい、ね今日のお衣装のような真っ赤なドレスのシーンとか、はい、またあの夕暮れの車のシーンもですね,まあ,そうですねあれもすごくあの楽しみながらあの撮影させていただいて。でも 大変だったというか今思うとあの赤いドレスのシーンが結構あの夕暮れ時というかちょっと夕暮れ前に撮ったシーンだったんですけど風がすっごく強くて海の,あの上での撮影だったの海の上というかまあ大桟橋での撮影だったのであの風がすごく強くってでもなんかその風の強さもこうちょっとこう味方にできたような CM を見たらあ,のあ 風も味方してくれてるなっていう仕上がりになってたのですすごい嬉しかったです続いては CM コンセプトであります「両湯はベスト」にちなみまして荒木さんが最近撮ったベストな写真についても伺っていきたいと思います。CM でオンとオフを表現したことにちなみまして本日は荒木さんにもオンとオフのお写真をお持ちいただきました。まずは <laughs> こちらですね、はい 本当にたくさんありすぎて迷ってしまったんですけど、やっぱりあのオンの時の写真はこれだなって思って、ディオの CM の撮影の時のオフショットを紹介させていただきます。あのさっき話してた和桟橋の上であの風が強かったんですけど、はい、本当に天気が良くてあの素敵な一日になりました。うん、はい。オンの時表情がやっぱり。 女優さんのいろいろ CM もそうですけども輝きますよねいやいや本当にあの衣装も素敵でしたしヘアメイクも本当にこのデュオの世界観に合わせて作っていただいてあのそれでやっぱりメイクしていただいて衣装を着た時に結構オンになるのでなんか本当にオンだなって私も見てて思います、はい、これに対するオフのお写真というのも見ていきたいと思うんですけれども。 オフの写真はどんな感じなんでしょうか。はい、衣装を着てメイクをするとオンになる。<laughs> なんかこちらはオフ。<laughs> はい、かなりオフの写真ですね。かなり。はい、プライベートでえー、っと今年の夏、はい、初夏にあのパリに初めてプライベートで行った時の写真なんですけど、本当にあの仲のいい友人と楽しい時間を過ごして、でこれ着いた初日なんですけど、もう結構。 はっちゃけてますね。<laughs> 先ほどのお写真と比べますと、表情が柔らかいというか、はい。うね、これがオフの荒木さん。はい、あの私服ですし、メイクも自前だ。なので、なんか本当にこう、自分らしい自分だなっていうふうに思います。はい、日ですね。こう、だいぶ旅行とかもできるようになってきましたけども、はい、オフはアクティブだとおっしゃってましたよね。そうなんですよ。あのオフの日、ちょっとでもこう予定が。 あのオフって分かったときはあのなるべくこうアクティブに動きたいっていうのがあるので、まあ、数日空いたらこういうい海外に行ったりとかもし,しますし1日でも結構家にいるよりは外に出てなんかこう友達と会ったりしてることが多いですすね結構じゃあ旅行にすぐ行にぐっちゃうう方なんですね <laughs> はいもうちょっとでもなんか行けそうなところがあったらどこかに行きたいっていう気持ちでいつもいます。はい こういったオフの時間がオンの荒木さんにつながっている、ね、オフの時間をすごく充実させることでお仕事のパフォーマンスだったりとか,こう,なんかまあこういった機会の時にいろいろなお話しさせていただけますしあの本当にどちらも充実これからもさせていただき,いいきたいなお写真を見せてくださいましてありがとうございました。